当にそれがこう自分が魔法にかかったような感じ。出演できるというのが本当に嬉しくて、なんかもはやお客さんとしても見たいなっていうふうに思ったりするんですけど、高校時代僕ドビーってあのキャラクターがいると思うんですけど、あだ名がねドビーだったことがあって。ジニー・ポッター役を演じます馬淵絵里香です。20年前ぐらいですかね、小説が出てこんなに分厚いのに一気読みしちゃったっていう記憶はあります。すごい面白くて、この役の根幹っていうのはやっぱりこう強くてたくましい母の強い愛が大きくあるなっていうことを印象に持ちました。息子がこうとってもこう葛藤している中での話だと思うんですけど、そういう時にこうすぐにこう口を出すんじゃなくて、成長しているその我が子の姿を見守るその忍耐強さも必要だなと、太い愛情、母の愛っていうものが持っていたいなと思いました。ジニー・ポッター役を演じます白羽ゆりです。ハリーポッターのシリーズはこう一緒に冒険をしているような印象だったんですけれども、呪いの子の方はある意味とても現実的というか、どんな家庭にもいろんな悩みがあったり共感できる。ジニーはまずお母さんになったことでこう守るものができて、女性としてたくましく包容力とかそういう部分でハリーをいい方向に導いてあげる存在としてはすごく魅力的な女性だなって思うので、その部分はお稽古に入ったら研究したいなと思います。はい、アルバスポッター役を演じます藤田春です。幼少期にイギリスで暮らしてたっていう経緯があって、制服とかも似たような制服を着てたりしてたんで、親近感っていうか、それこそああなんか中学の時こういう感じだったわとか、なんか僕はそれこそ日本人で周りは外国人でなんかその馴染めないとかあったりしたんで、そのハリーポッターシリーズがやっぱりその自分の父親ハリーの生涯をこう描いてたりして、でそれをなんかがあった上で今この舞台っていうか自分っていう存在がいるっていう役作りに組み込めていけたらなっていうふうに思いますね。アルバスポッター役を演じます福山浩平です。でも大人になってとかこの舞台をやることが決まって改めて見てみると、やっぱりこうなんかまた違った風に見れるっていうか、細かい家族のこの気持ちのやり取りとかそういうのもこう見えてきて、こうアルバスを今回まあ演じるんですけど、そのヒントになるのはやっぱりハリーポッターの今までの作品だと思いますし、もちろんキャラクターは違えどハリーポッターの息子ってい う, こう受け継いでるものはたくさんあるなと思ってるので、実際にね他のスコーピウスとかハリーポッターの役者さんとやってみないと分かんないなと思うんですけど、難しいことは今は考えずに自然体で臨めたらなっていうのは稽古場でいろいろ発見できたらなとは思ってます。はい、ハリーポッターを見たことがないっていう方もきっと改めて映画を見よう、小説を見ようって読んでみようって思うような、そういう世界が広がってるんじゃないかなと今から想像しています。アジア初演ということで私たちもどんな風になるのかドキドキする部分もあるんですけれども、でも私は今は楽しみで仕方がなくって、特に今回はこうお父さんお母さんに見てほしいですかね。なんかそれこそ演出とかがすごい方が演出を手掛けてるということなので、なんか自分自身も舞台だからこそ伝わるみたいなところを楽しんでいけたらなっていうふうに思います。まずこれ舞台をやるってすごいことですよね、ハリーポッターでっていうのは。ハリーポッター日本でやるって聞いた時に思ったんですけど、ね、普段なかなか見れないような魔法がたくさん飛び交うと僕も聞いてるので、舞台上でできるのっていう。舞台ハリーポッターと呪いの子、ぜひご覧ください。劇場でお待ちしております。